けのことだから、苦しみも受け止めよう。大きな人だからこそ今でも信じていたい。誰かに会ったら笑って元気ですよと答えよう。自分のことと黙り込め、自由でありたい人だから、縛りつけたい僕だから。時の流れを知る人と乗り遅れた薄のろだから、君の世界に戻るために、僕の世界に戻るために、一つの出来事がそこにあった。じゃあな。